ナブラ。ベクトル解析における演算子ナブラは、ベクトル微分演算を表し、特に一次元の領域で定義された関数に施すとき、微分積分学で定義される、通常の微分、d イコール d、dx と同じになる。多次元の領域上で定義された場に施すときには、スカラー上の勾配グラッドや、ベクトル上に対しては作用のさせ方により、 回転カールや発散ディバイリッドを与えたりする。厳密に言えば、は特定の作用素を意味するのではなくて、今挙げたような演算に対する簡便規法と考えるべきであって、これにより、様々な等式が覚えやすく、書きやすいものとなる。お変微分作用素を成分とするベクトルと解釈すれば、三種の演算グラッド、ディバイリッド、カールは、バトとのそれぞれスカラー倍、イ、天井石、 交差席を形式的に取ったものとみなすことができる。これらの形式的な席が必ずしも他の作用層や席と果敢であることは要求されない。座標を持つ三次元デカルト座標空間 R においては変微分作用素をコートするベクトルとしてで与えられる。ただし、フォーミュラにはそれぞれ X、Y、Z 方向の単位ベクトルである。本項では三次元の場合を主に扱うけれども、 これは、エヌ元ユークリット空間 R に対しても一般化することができて、直行座標形の座標画とすればで与えられる。ただし、フォーミュラ4は標準規定とする。アインシュタインの和の規約に従ってと書くこともできる。他の座標形でのの表示に関してはなどを参照。長い数式を簡略化するためにが使われることもある。このような使い方をする。 最も一般的に知られる例は、勾配、発散、回転、方向微分、ラプラス作用素などであろう。スカラー上 F のベクトル微分は、勾配として定めるとき、各地点での勾配を平面に遮影したものは、地図上の矢印のようなタグで、各地点の最も傾きが急な方向を指す際、平面上のベクトルとなり、勾配の大きさは、この最も急な傾きの値になる。 この記法が特に強力なのは、一次元の場合の微分と同様の積の規則が成り立つことにある。しかし、スカラー席に関する積の規則を簡略化することはできず、実際に書けばとなる。ベクトル上フォーミューラ Q の発散和で表されるスカラー上である。発散は、ベクトル上の指す方向に、それがどれくらい増加するかを大まかに測るものであるが、 より正確には、その点での場の発散あるいは反発の傾向を図る、ものである。気泡の威力はやはり席の規則によって示される。しかし果敢でないベクトル席に対しては少し直感から、外れてとせねばならない。ベクトル情報ミューラ13の回転、割で表すことができるベクトル上である。各点における、回転の値は、その点に中心を持つ、 小さな風車の軸回りのトルク、回転力に比例する。このベクトル積演算を行列式もドキニとして視覚化することができる。これも、やはり積の規則が成立することが強みだが、残念ながら、ベクトル積は簡単にならずとなる。スカラー上 F のフォーミュラ18方向への方向微分はで表される。これはば、F の A 方向への変化量を与えるものである。 作用素の記法では、括弧に入れた要素は一つの一貫した単位と考えられ、この規約は流体力学では、流体の動く微分としの流体微分の言葉で縦横に用いられている。ラプラス作用素は、ベクトル上にもスカラー上にも施せる、スカラー作用素である。直行座標形ではで与えられ、より一般の座標形に対してはによって定義することができる。 ラプラス作用素は、現代的な数理物理学に偏在しており、そのごく一部を挙げるならば、ラプラス方程式、ポアソン方程式、熱方程式、波動方程式、シュレーリンガー方程式などにおいて現れる。を、ベクトル上に施して、結果がテンソルとなることもある。ベクトル上フォーミュラ21のテンソル微分は9つの成分を持つ2回テンソルだが、 これを二項積を用いて簡単にと書くことができる。この量は空間に対するベクトル上のヤコビ行列の点値に等しい。微小変異方ュラ23に対して、ベクトル上の変異はで与えられる。スカラーやベクトルにを施すと一般に、スカラーやベクトルが返ってくるのだが、ベクトルの情報は多様。スカラー倍、スカラー積、ベクトル積だからの施し方で、 すでに勾配、スカラー倍、発散、スカラー積、回転、ベクトル積の3種類の微分が生じている。そこでこの3種類の微分に、再び各種微分を施すと可能なものが5種類出てき、これに、ラプラス作用素とベクトルラプラス作用素を加えると、以下のようになる。F はスカラー上、V はベクトル上として。これらは常に1位というわけでも互いに独立という。 わけでもないという意味でそれ自体興味深い。蘇生の良い関数に対しては、これらのうちの二つが常に0、すなわちが成り立ち、また二つは常に等しい。残る三種のベクトル微分の間には、等式が成り立ち、さらに一つは、テンソル積を用いて表すことができて、蘇生の良い関数に対してが成り立つ。上で述べたベクトルの性質の大部分は、 の微分的性質に非に依存する部分、例えば積の法則などを除いて、記号の再配置のみによっていて、を他のベクトルで置き換えても必然的に成り立たなければならない。これは恐れ自身ベクトルとして表すことで得られた莫大な価値の一部である。をベクトルで置き換えて、ベクトルの高等式をしばしば得ることができるが、高等式を直感的に作ることに関して、逆は、 必ずしも信用できない。はしばしば果敢でないことが理由である。の果敢性に対する判例として、通常成り立つ等式に対してであることを挙げよう。実際、フォーミュラ45とフォーミュラ46とは異なる。またの微分的な性質を用いた判例としては、が成り立つが、一般にはである。これらの違いが生じる根本は、が、単なるベクトルではなくて、 ベクトル作用素ででああるる。という事実であるベクトルが明確に数値的な大きさと方向を持つ対象であるのに対しは何かに作用することができて初めて大きさや向きが明確となる。こういった理由によってを含む高等式の導出はベクトルの高等式と積の法則のような微分の高等式の両方に基づいて慎重に行われなければならない。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。